皆さんこんにちは。本日の読みやチャンネルを始めます。本日は ESP32 を使ってあのモンティホール問題を解きます。さて、モンティホール問題は YouTube でもいくつか解説されているのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、知らない方のために簡単に説明します。この問題はアメリカのモンティホールが司会を務めるゲームショー番組、レッツメイクディールの中で使われたゲームの確率に関する話題です。ゲームはこんな感じです。 3つの ESP32 があり、日本の技的マークがついた ESP32 は1つだけ。これが当たりです。他の2つには謎マークがついており、これは外れです。それぞれの ESP32 の前にはドアがあり、どれが当たりなのかはわかりません。回答者はこの3つの中から1つのドアを選びます。例えばこのドアを選んだとしましょう。ここで親切な司会者は残ったドアの中から外れのドアを1つ開けてくれます。 ここで回答者は選んだドアを変えることができます。さて、皆さんならここでどうするでしょうかほとんどの人は変えても変えなくても同じではないかという意見が支配的でした。これに対して別の回答をしたのがマリリン・ボス・サーバントというコラムニストでした。彼女が言うには変えた方が変えなかった時よりも2倍も当たる確率が上がるというのです。この意見に対して多くの数学者などが反論。世間に物議を醸し出したのはこのモンティホール問題です。 そこで本日は ESP32 を使ってモンティホール問題の真偽を解き明かしてみたいと思います。こんなシュミュレーションプログラムを作りました。ドアの数は3つ。とりあえずゲームは1000回やってその勝率を調べます。セットアップ関数で、このゲームという関数が1回呼び出されるとゲームが1回行われます。当たれば戻り値がトゥルーになるようにしたので、ここで当たった回数をカウントします。 そしてここで何回中何回当たったかと確率を表示します。ゲーム関数の中身がこれです。まずはここで当たりドアの設定を行います。そして回答者がドアを選択。司会者が残ったドアの一つを消します。回答者がドアを変更する場合にはこの関数を呼び出します。回答者と司会者の進行は蓄次ログに出すようになってます。 このプログラムでは回答者が必ず最初に選んだドアを変更するようになっており、その時の勝率を調べます。それぞれの関数はこのようになってます。当たりドアの設定。ここで乱数を発生させて当たりドアを決めます。そして当たりドアの番号には true。外れドアの番号には false を入れます。これで当たりドアの設定ができます。次に回答者がドアを選択。これは簡単ですね。 乱数を発生させて、出た番号を選択したことにします。結果はセレクトドアに保存されます。司会者の外れドアの除外。ここでまだ選ばれてないドアを配列のキャンディデートの中に一旦入れます。そして乱数を発生させて、選ばれていないドアの中から除外するドアを選びます。結果はリムーブドアに保存されます。ドアの変更。回答者も司会者も選ばなかった残りのドアに変更します。結果はセレクトドアに上書きされます。 これは先ほどのゲームの関数の順序で呼び出していけばゲームが成立するはずです。あともう一つプログラムを作りました。こちらはゲーム関数の中にあったドアチェンジを消して必ずドアを変更しないようにしてあります。これで実行してみましょう。まずはドアを変更しない場合から実行。ログを出力しながらゲームをやってますね。結果は1000回中331回当たり、確率33.1%、3分の1の確率で当たっています。 3個中当たりは1個なので当然の結果ですね。それでは変更した場合はどうでしょう実行してみます。マリリンボスサーバントの言うように確率は2倍になるでしょうか結果は旋0 0 0回中355回当たり、確率35.5%。あれ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 ドアを変更しても確率は変わりませんね。ちょっとゲームがどのように行われたのか見てみましょう。トライアル1、当たりは2番です。 回答者は3を選択して司会者は1を除外ドアを2に変更して当たりました問題はなさそうですトライアル2当たりは2番です回答者は1を選択司会者は2を除外しましたドア3に変更して外れましたあれここなんとなーく違和感がなんと司会者が当たりである2番を除外してますね司会者は必ず外れを除外するルールなのでこれはルール違反です 再度プログラムを確認してみます。ここの司会者が外れドアを除外するところで、回答者が選んだドアは除外する選択肢に入りませんが、当たり外れに関係なくそれ以外のドアすべてがキャンディデートに保存。無作為に選択されてドアが除外されていますね。これでは当たりドアが除外されてしまう場合がありますね。ここはこのように変更します。ドアナンバーがフォルス、つまり外れのドアだけキャンディデートに入れるようにしています。 これで司会者は外れのドアだけを除外するはずです。まずは回答者がドアを変えない場合から。実行。旋0回中332回あたり、確率33.2%。こちらはドアが変更されていないので変わりはないですね。次にドアを変更した場合。実行。旋0回中665回あたり、確率66.5%。マリリンボスサーバントが言ったように確率が2倍になりました。 つまりここで言えるのは、司会者が残った2つのドアから無作為に1つを除外した場合には、ドアを変更しても当たり確率は変わらないけれども、司会者が作為的に外れのドアだけを除外すると、確率が2倍になるということですね。せっかくなのでもっとゲーム回数を増やしてやってみましょう。1000回なんてチャチなことは言わず、1億回ぐらいやってみましょう。それと、ログを出すと時間がかかるのでログは削除して、結果だけを表示するようにしました。 ついでなので計算にかかる時間も出します。計算結果、一気にドーン。ドアを変更しない場合、1億回中3333万2646回あたり、確率33.3%。変更した場合、1億回中6666万9222回あたり、確率66.67%。 ゲーム回数1億回のシミュレーション結果でもマリリンボスサバンとの言った通りドアを変更しなかった場合に比べて変更した場合に当たり確率が2倍になることが検証できましたちなみに計算時間は5分弱といったところですね ESP32 って結構早いですね驚きましたそれでは最後になりますが私なりの解釈でモンティホール問題を解説したいと思いますドアの数はたった3枚です 組み合わせは大してできないはずなので、そうたりして確率を見ていきます。まずはわかりやすくするためにドアを半透明にします。ここで回答者が1を選んだとします。そうすると残ったドアの外れは2番だけなので、司会者は2番を除外します。そうすると回答者はドアを変更しないと外れ、変更すると当たりになります。つまり最初に1を選択した場合、変更すると当たります。回答者が2番を選択するとどうでしょう これは1番を選んだ時と同じになると思われますが、一応ざっくり見ていきましょう。回答者は2番を選択。司会者は1番を除外。回答者がドアを変更しないと外れ。変更したら当たりですね。最後に3番を選んだ場合。この時残ったドアは2つとも外れですので、司会者は1を選ぶケースと、2を選ぶケースの2つが考えられますが、結局残るのは外れだけです。 なのでドアを変更しない場合には当たりになり変更すると外れになりますまとめるとこうなりますドアを変更しないと当たりは3つのケース中1つなのに対してドアを変更した場合に当たりは3つのケース中2つになり確率は2倍になるということですねこんな見方もあります最初に選んだドアはドアを変更すると必ず外れは当たりになり当たりは外れになるということです つまり当たり確率と外れ確率が入れ替わるということですね。最初の選択で当たり確率よりも外れ確率が2倍になるわけですから、ドアを変更した場合に当たり確率は2倍になるわけです。ちなみに最初のシミュレーションでは司会者が除外するドアを無作為に選んでいたため、ドアを変更しても確率は変わりませんでしたが、作為的に外れのドアだけを除外すると確率は2倍になりました。 多くの数学者がドアを変更しても確率が変わらないと考えたのは潜在的に司会者が意図的にドアを除外した場合の影響を考えていなかったのかもしれませんね。それでは本日の動画はこれにて終了です。よろしかったら評価、ご登録いただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。